電車かみしめたよな。余計なこと置いていいな。電車の中も人がいないぞ。だってあれ快速とか行ってね。あ、かっこいい。どっから行くんやこれ。さあ、これずっと直進してればいいんじゃないぐらいにしか思ってないけど、だって俺配線だと思ってた。配線じゃねえぞこんなの。だって一瞬見た時によ、もう道路の線路の、錆びついてねえもん。わあすげえ立派。あ、思った以上にね、いいとこじゃん。いいとこじゃん。広っ。めっちゃ広っ。都が見えん。ん？ちょうど都が見えんかった木で。四季の差。四季の差。あのガラス割ってみたいよね。パーンって。え？これ正面だよ。あ、これだ。何が？違うの。何が？どここれ。あ、もう行けんのと近くに、ほらほら池の向こう側だから、あれもうちょい歩かないと。あの駅から10分ですもん。だって何10分ぐらいええやん。こないだのあのなんだ朝鮮トンネルに比べたらマシやん。あ、ダメだ、27分で。そこ見てダメや。あった、あれや。あれ飛んでるやろ。目の真正面で。あれか。あれ多分そうじゃない。なんかそこだけ黒くね。うん。ああ、あれっぽいな。夜楽しみや、うん、相当な事故があったと聞く。何が？そのトンネル、なんか車両の衝突事故か知らんけど400人ぐらいが死傷者出して。そう、やだな俺。喜ぶやろ。いや俺は巻き添えに行った。でも人が来とるのも思えんねんけどな。裏から行けんのか。鹿の糞。1000円って高いぞ。まあね、入場料1000円って思うと。長島で1000円なら分かるぞ俺。あれだからその分公園でかいんちゃうかな。あとでなんか全体マップだけ見に行こう。でもさ、あれでさ、な、綺麗になればいいやん。なるかな、たかが1000円で1時間分の時給やろ。なんかそろそろ空気変わってきたのがね、大きなせいかな。空気変わった。前に入ってる。なんかさ、こっからの描写だけ見るとさ、ホラー映画のワンシーン出そうなんだよ。なあ、カメラを止めないで。あ、ここまで行っても誰か来るんやね。がっつり車の跡があるんだよ。ここまで来るんやね。あー、真っ暗ないい感じで良くないな。しまったな、俺の中で買ってなかったと。じゃあ、おーここ何やった？青山？携帯がない。何トンネル？宗谷トンネル、宗谷トンネル、宗谷かな。三重のね、青山の
四季の公園の近くの、まあ近鉄と近鉄の。行くんや。なかなか空気の変わったいいところだと思います。でも車の跡があるんですね。ここまでわざわざ入って。やべえぞこれ。何？さて、これが。になった。実況するならカメラ持ってくんないかな。お願いします。ぬめるぬめる。デジカメちゃんで撮れそう。これ元かじゃん、カメラ。はいよ。はいどうも。今ね、ずっとズームでできますけど、真っ暗闇です。何も取れないぞ。もうちょっといかんと取れないかもしれませんよ。進んでよろしい。出てきてるのか奥に引っ込んでるのかどっち？そういうのか。密かに見ておるって感じ。すげえ感じる。左だ。左こっちから。でも車が走っとるっちゅうことは、礼儀をなってないやつがいるもんだね。うん？礼儀をなってないやつがいるもんだね。これ車で来とるやつがおるんかな。声が反響するな。ちゃんと書いてあるよこれ。皆様のご冥福をお祈りいたします。まあ大勢死んでるあれだからな。そうなの？うん。
夜これを川がすごい飛んでるのに腐った空気吸いすぎたか。ただなる空気感じんかったやろ。なんかね、四五枚取ったあたりでなんかね、ゾワゾワっとしたものを感じた。あのね、銃を手紙飛んでるよりか、すごい空気漂わせたぞ、一瞬一瞬に。3秒ほど、ブーンって感じ。それかな、なんか一瞬なんか、はみたいな、なんか、意識向くぐらいに強いような感じだけど。歯茎の奥歯がすげえ。食いたい。明確に悪意。もうちょっと行けば多分声取れたんだ。なんやね。塩持ってきたよね。あのこの間買った100円塩あるでしょ。あか。1000個持ってきたら上かったな。一瞬空気が入ってシャッター押したやん。うん。ババッって変わってぞ180度。やべって思ったけどもういいや。でも、伊勢神トンネルよりやばい。本坂とかではなく、あの静岡の本坂トンネルじゃねえか、うん、あれよりこっちの方がすげえぞ、これ、ね、だから痛いでしょ、かなりきつめのトンネル行くって思って、うん、なんかもう入ってさ、すげえふわふわしてきたもんか、頭の中がもう、うん、だから俺ゲスト呼ぶんだったらどうしようか迷ったって言ったじゃん。で、俺最初眠たいんかなと思ってましたけど、ふわふわした。なんかついてきてない、気のせい。あ？ついてきてない、気のせい。うん、大丈夫。気になる後ろ。うん。だろうね。だからあれ、このかなりヤバめなトンネル行くから、ゲスト連れてくるんだったらここがワンチャンなしになる。もう絶対無理これ、これ。でも奥まで入りてえなと思って。この坂トンネル同様なんていうの、飲み込まれてってるやん。は取り込まれてるやんけ。違う、これはもう趣味だね。